岡崎市立根井市小学校は、愛知県岡崎市の公立小学校、岡崎市決町に位置する小学校、1872年に創立した、梅園小学校とともに、岡崎市立高山中学校の学区を構成する。市立の小学校にしては珍しく制服があり、男子は襟のネタ、学生服、女子は地域で、鈴目服の相性がある茶色のブレザーとツリースカートを、 着用する。ただし、これは、岡崎市の私立学校によくあるように、正式行事の際にのみの着用となっており、普段は体操服での登下校となっている。愛知県の市町村立小学校はほぼ私服であるが、岡崎市の6名小学校常磐小学校、蒲郡市立の一部の小学校、西尾市の一部の小学校、刈谷市の旧伊佐村地域の小学校、 愛妻市の旧沙織町地域には制服が存在する。本校では他校のような一組、二組、A 組、B 組といったクラス名ではなく、古くから松竹梅雪月下正義児をクラス名に当てている。もともと花組、星組は伝統的に特別支援教育学級のクラス名とされていたが、今は月組、星組、風組となり、花組は、 通常学級となっている。二次組は院内学級のクラス名とされている。教育要欄。岡崎市教育委員会。ピアニッシも106から107。2020年7月26日。閲覧。教育要欄。岡崎市教育委員会。ピアニッシも120から121。2020年7月26日。閲覧。教育要欄。 岡崎市教育委員会、ピアニッシも122から123、2020年9月27日、閲覧。岡崎市立小学校の通学区域、岡崎市教育委員会、2021年5月13日閲覧。竹内正樹、全国学校音楽コンクール初出場会場中を、笑顔に、岡崎市内市小学校部、東海愛知新聞。 http://www.fmokazaki.jp スラッシュ、ok、東海スラッシュ 141002.html2014 年11月7日閲覧。森田真奈子、キビラ小ダンス全国優勝岡崎、絆テーマ躍動、中日新聞2018年1月17日付長官、西見川版、14面。 東海新聞1975年6月24日一面中根知恵東大教授マネキアス岡野部本店ホールで教育講演会岡崎町物語例二年史学区岡崎市市政100周年記念サイト2020年7月23日閲覧トップフォーラム212012年10月13日オンデマンド放送 FM 岡崎ありがとうございます